平野紫仕様、パンチ力でナスカワ天心声。金プリの化け物級スコアにファン騒然。パンチ力の怪物、平野紫仕様の驚異的な記録。キング、リンチェのメンバーである平野仕様が日本テレビ系のグ、キング、ルプリンスルに出演しパンチングマシンでまさかのナスカワ天心声の驚愕スコアを記録した。身体能力の高さで知られる平野が、 そのパンチ力でスタジオを騒然とさせ、視聴者を驚嘆させた瞬間とは一体何だったのか。本編、キンプリの化け物級パンチングマシン対決。平野紫耀は、スポーツやアクションのチャレンジ企画において、その優れた身体能力を披露してきた。1月14日の、キング、リンチェプリンスル。ではキンプル5という企画に、挑戦。 この企画はメンバー5人がそれぞれパンチを打ち、その合計スコアが1000キロ以上になるよう目指すものだ。長瀬角や神宮寺裕太、岸裕太、高橋山ら他のメンバーが160キラ190キロの記録を出し、5人目に登場した平野の時点での合計は713キロ。チャレンジ成功とするには、 平野が287キロ以上というハイスコアを叩き出さなければならない状況になった。その瞬間、スタジオには緊張感が走り、期待と興奮が交錯していた。腰をひねり、勢いよくミット部分にパンチを放つ平野。その瞬間、他のメンバーとは重みが違うような強烈な音が響き渡り、進行役の劇団一人も、おう。 これは違うパワーが化け物だよ。と声を上げスタジオは大いに湧き上がった。成人男性の平均スコアが約120キロとされる中、平野のパンチは288キロと表示され、見事にチャレンジをクリアした瞬間だった。この驚異的なスコアに対し、ファンからは驚きと賞賛の声が相次いだ。 男性の平均スコアの2倍以上という数字はもちろんのこと、特に注目されたのは同じパンチングマシン機種、ソニック・ブラスト・ヒーローズに挑戦した格闘家ナスカワ・テンシンの記録だった。平野氏 OVS、ナスカワ・テンシン、化け物たちのパンチングマシン対決。2020年7月、ナスカワ・テンシンは自身の YouTube チャンネルで、同じく、 ソニック・ブラスト・ヒーローズに挑戦。その際、ナスカワは自信ある、新記録出したいですね、と意気込み、強烈なパンチを披露した。結果として、彼のスコアは272キロだった。この記録は当時から話題となり、平野志陽が同じ機種で288キロを叩き出したことで、ファンの間で同じ機種でナスカワ天心超えってどういうことアイドルだよね 聖すぎる、この顔でこんな数字出るの、鬼ギャップやな、といった声が広がった。なお、2021年には何わ男子のメンバーも同期種のパンチングマシンに挑戦。最も高い数値を出したのは藤原上一郎の148キロであり、これも平野の化け物級ぶりを再確認させる出来事となった。考察、平野仕様のワールドクラスのパンチ力。 平野市洋がこのパンチングマシン対決で見せた驚異的なパンチ力は彼がアイドルとしてだけでなくアスリートとしても注目される一員となった。男性の平均スコアをはるかに凌駕する数字は彼の体力とトレーニングの賜物であることが伺える。特に興味深いのはナスカワ天心との比較である。格闘家であるナスカワが記録した272キロを 平野がさらに16キロも上回る数字を叩き出したことは驚異的と言える。この記録が示すように、平野潮はすでにワールドクラスの域に達している可能性がある。彼のパンチ力は単なるエンターテインメントにとどまらず、将来的なアスリートとしての可能性も秘めているかもしれない。 これまでのトーク番組やバラエティ番組でのパフォーマンスからは想像できなかった一面を見せた平野市要。彼のこれからの活動にますます注目が集まることだろう。平野市要、アイドルとアスリートの二面性。キング、リンチェの平野仕様がキン,キング、ルプリンスル。 で披露したパンチングマシン対決は彼の驚異的なパンチ力とそのアスリートとしての一面を浮き彫りにした瞬間であった。アイドルグループの一員としてだけでなく、アスリートとしても際立つ彼のパフォーマンスに、ファンや視聴者は驚きと簡単の声を上げた。ナスカ天心との比較もあり、平野の記録は一層注目を浴びている。 そのパンチ力はエンターテイメントに止まらず、将来的な挑戦や活動の可能性を予感させるものである。平野仕様はアイドルとアスリートの二面性を見事に兼ね備え、これからの展開がますます楽しみである。